はい、どうも皆さんこんにちは、ケーキロンです。今回もミートピアでスパイファミリーより夜フォージャーこと夜さん逆かを作っていこうと思います。あのね、鼻をねコメントで教わったテクニックを応用しまして、三角にしてあげて、こう夜さん特有のこうちょっと大人っぽい鼻を再現したつもりなんですが、どうでしょうか。いい感じなんではないでしょうか。夜さんといえばね、ちょっとね抜けてて可愛い、こう最強だけどちょっとおバカみたいな、そういうところが可愛いキャラクターだと私は思います。ここねちょっとあの薄いのでできるか試したんだけど、ちょっとあダメだった、あーっていう感じでした。撮影してる時あの声は取ってないので結構独り言多めで撮ってるんですけど、今回はちょっとテンション上げた独り言ぐらいの感じでお送りしていこうと思います。ちょっとじゃないわ、めっちゃテンション上げた独り言だ。目のねこの白目とまつげみたいなやつの雰囲気がかなりなんかこうどこか上品というか、なんというかこう夜さんらしさがいい感じに出てるんじゃないかなと思っています。黒目選手入場しました。この最近の私の中での流行りはあの丸作ってその中にグラデ丸入れて、あとはあのそのキャラクターに合わせて作るって感じなんですけど、今回の夜さんはこれ当たりなんじゃないでしょうか。うまくできてるんじゃないでしょうか。少なくとも私はうまくできたと思うよ。でこれで透明度を下げたのがポイントなんですよ。そうするとなんかこう奥行きというか透明感というか、すごいなんかいい感じの雰囲気が出るじゃないですか。わかりますか。そしたら前髪を下ろしてきまして、ちょっとこれじゃ少ないので毛量が人工で前髪増やしていきます。これはですね俗に言う育毛剤つけてたんですよ。あ、ちなみに今回の夜さんは殺し屋スタイルでやってます。金ピカのキャッチューシャだって、カチューシャのね。バラはねいい感じのパーツがあったので、バラのパーツなかったら絶対えぐいやこのパーツになってましたよ。夜さん作るの無理ゲーやんけってなってました。これはねちょっと遅れ毛的なこうピヨーンっていうピヨンっていうのがちょっと短かったかなと後から反省してます。反省ばっかりですね、なんか私。そしたらこれ影と光をつけてレイヤーとかいろいろ変えまして、こう夜さんの仕上げに入っています。今夜さん可愛いですよね、やっぱり。すごい当たり前のこと急に言っちゃったけど、このなんか針に結構時間かけました。こういう細かいところにこだわるとやっぱりかなりよく見えますからでは私は思います。あ、ちなみにスパイファミリーの中で私は一番夜さんが好きです。だって可愛いし強いもん。私なんか鬼滅の刃では忍さんが好きだったんですけど、一番その中で好きだったのが忍さんで、その声優さんと同じなんですよね。関係ないですね。関係はあるか。はい、ということで夜さん完成しました。いい感じに雰囲気も出てきたというか出せたんじゃないかなと思います。はい、ということでね、今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントもぜひぜひよろしくお願いします。それでは皆様さようなら。